しやってないんですよ。慣れてきて稲刈るとかもやりやすかったです。と美味しくできてるといいなと思います。農家の人と一緒に手伝えて楽しかったです。僕はおにぎりにして食べたいなと思います。このお米の方は実際に全校の子どもたちに分けられます。そして子どもたちはそれをお家に帰ってお家の人と一緒に今度土曜日の養蚕フェスティバルで自分たちの手でお弁当を作って、そしてそれを食べる、自分たちが育てたお米を実際に食べるということを通して、やはりこう食の大切さというありがたさとか美味しさというものを感じてほしいなと思っています。山口市内で